息子と娘や夏休みの宿題の会がいつも褒められて賞ももらったことがあるので、年に一度の里帰りも今は叶いません。コロナが収束したら私もまた何年ぶりかで行きますというおはがきをいただきました。近藤さんありがとうございました。では NHK からのお知らせです。子ども科学電話相談。宇宙人は悪者なの？一番強い恐竜は何でしょう？いろいろ聞いてみたい皆さん、番組ホームページから質問を送ってください。子ども科学電話相談。放送は R1 ラジオ第一で毎週日曜日午前10時5分からです。バラエティ豊かな歌手の皆さんと歌とトークで構成する音楽番組です。この番組は2年中、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 2